食堂店。これはちょっと食べていかないと帰られない。こちらのご主人ですか？はい、ふるさと食堂さん。はい、そうそう。でこれですね、このコーナーがふるさと頼りというコーナーなんですよ。あ、そう、でもご主人、麻生の麻生橋すぐそこですよね、もう。地震の時、どきゃんだったですか、ここ。もう、もう、芝居も潰れて全開だったもん。あ、住んでらっしゃるところは全開だったんですか。これ、裏が芝居だった。はい。ここメニューは、ちゃんぽん、唐揚げ定食、生姜焼き、もう全部手書きが横ですね。あ、奥様の手書きで。大体、ちゃんぽんか、唐揚げか。ということで、ご主人自慢のちゃんぽんです。いただきます。わー、重いもこれ、ふわふわしてる。はい、すいません。また乗せてもらって乗せとるけ、おちんこでね、すべらんごつ。ちゃんぽんは600円。わー、600円で。はい、いただきます。あ、おいしい、おいしい。鶏ガラ、これ鶏ガラですね。おいしい。あ、麺もほら、麺が、ね。あ、さっきほら、聞こえたか、じらした人が、ちょっと言わんたび言うんだって。あ、ハワイアンだ、だから。すごいキャベツじゃん。アセプターの大将が、さっき言わんたび言うんだって。お野菜もたっぷり入ってて、シャキシャキしてて、鶏ガラスープがとても美味しいですね。本当に。商売迷ってます。そしてもう一つの自慢は唐揚げ定食。復旧工事の方々に人気だそうです。ご主人は、何年生になってるんですか、お店は。もう46年。ここでですか。20歳で帰ってきた。20歳だいたい青柳だった。もともとは田村さんにおって、でそこで出会いで張って、そうや、重たですもん、予定の味だ。ゲルカチャンネル。どうぞ、ふるさと食堂です。小さい店ですけど、どうぞ来てください。お願いします。主人は癒やしてえな。